本日はアメリカワインについて解説を行っていきます。アメリカの太平洋岸地域は、北から南に流れる寒流がある影響で、海に近いほど冷涼で、内陸に入るほど暑く乾燥した気候となります。カリフォルニア州中部からオレゴン州にかけての太平洋岸には、海岸山脈があり、冷たい海からの影響を緩和しています。ニューヨーク州の大西洋岸では冬の寒さが厳しく、夏は蒸し暑いです。現在アメリカのほとんどの州でワインが作られており、生産量も拡大しています。カリフォルニア州が全生産量の 80% を占め、2023年1月現在、国内にある11,546件のワイナリーのうち、約 43% を占めています。オレゴン州、ワシントン州、ニューヨーク州およびバージニア州は品質の向上とともに生産量も拡大しています。アメリカは約3億4000万人を超える世界第3位の人口を持ち、国内ワインの消費量は約3650万ヘクトリットルと世界最大で、伝統的生産国の消費量が減少傾向にある中、アメリカは増加傾向を維持しています。2020年から2021年にかけてはコロナ禍の状況の中で、アルコール飲料の家庭内消費の伸びに支えられて大きな伸びを示しましたが、規制緩和が進んだ2022年には前年比 9% 減と大きな減少となりました。近年の市場動向としては、ネット販売やワイナリーから消費者への直接販売が伸びています。ワイン通販大手のワイン .com の売り上げは、2020年に前年 119% 増と大きな増加を示し、ネットで種類を購入することに慣れた消費者は、そのままネットでの購入を継続する傾向にあります。アメリカワインのプロフィール的要素はこんな感じで、試験対策としても押さえてください。去年の傾向ですと、カリフォルニア州はもちろん、オレゴン州、ワシントン州、ニューヨーク州のワイン産地についても、だいぶ深掘りした内容が出ていました。2024年の教本をもとに、要点を超わかりやすくサクサク解説していますので、本日も楽しんで学んでいきましょう。純吉のお店でもオンリストしているおすすめのアメリカワイン、概要欄に貼っておきますので、ぜひポチってお試しください。1492年、クリストファー・コロンブスによりアメリカ大陸が発見されました。これ以降、ヨーロッパ諸国による植民地化が進んでいきます。1776年、イギリスの13植民地が独立を宣言し、アメリカ合衆国が誕生しました。当時アメリカ東部に自生していたブドウはビティスラブルスカ系がほとんどで、高品質ワインの生産には適していませんでした。その後、ヨーロッパから持ち込まれたビティスビニフェラ系とラブルスカ系を掛け合わせた交配品種の開発や品種改良によって抵抗力のあるブドウ品種が生まれ、ニューヨーク州、ニュージャージー州、バージニア州などでワインが作られるようになりました。19世紀後半、西部はゴールドラッシュによる人口の急増でワイン需要が拡大しました。またこの頃、フィロキセラ被害がソノマで最初に発生し、その後ラブルスカ系を代議にした継ぎ木苗の開発が進みました。1920年、禁酒法の制定が行われ、これによりワイン産業は大打撃を受けました。1934年、ワインインスティテュートがカリフォルニアに設立し、カリフォルニア大学デイブス校にブドウ栽培、ワイン醸造科が設立されました。この2つの機関は共同で研究、開発を進め、ワイン産業の発展に大きく貢献しました。特に温度コントロール装置付きのステンレススティールタンクはカリフォルニアで開発され、世界中に広まりました。1976年、パリテイスティングでカリフォルニアのワインがフランスのワインより優れているという審判が下り、国際的認知を得ると同時に、フランスの生産者が他の国のワインに関心を持ち、栽培、醸造技術に関する情報交換が行われ、世界的にワインの品質を高めるきっかけとなりました。主要白ブドウ品種は、シャルドネ、フレンチコロンバール、ピノグリ、ソービニョンブラン、マスカット・オブ・アレキサンドリア。フレンチコロンバールはフランスコニャック地方原産で、主に大量生産型の白ワインとスパークリングワインの原料となります。主要黒ブドウ品種はカベルネ・ソーベニョン、ピノノワール、ジンファンデル、メルロー、シラー、プティシラー、ルビーレッド。
ジンファンデルはイタリア南部のプーリア州で生産される黒ブドウ品種です。プティシラーはアメリカおよび南米で生産されている色が濃くタンニンの強いワインを作る黒ブドウ品種です。以前はポルトタイプの主成強化ワインに使われていましたが、近年はジンファンデルなどにブレンドされることが多い品種です。西部太平洋岸ではシャルドネ、ピノグリ、カベルネソーベニョン、ジンファンデル、メルロなどが多く栽培されていますが、冷涼な地区ではピノノワールやリースリングなどの栽培割合が大きいです。東部大西洋岸ではリースリング、シャルドネ、カベルネフラン、ピノノワールなどの冷涼な気候向きの品種が多く栽培されています。1789年以来、種類の製造と徴税に関する法律はアメリカ財務省の管轄下にあります。1933年に禁酒法が撤廃された後、1935年に再び種類の製造と税制に関する法律が規定されました。1978年の法改定により、アペラシオンの規定を含む現在のワイン法の原型が形成されました。2003年より TTB がワインの製造方法を規定し、品質を管理しています。政府認定ブドウ栽培地域を表す AVA は、ヨーロッパの原産地呼称制度とは異なり、栽培、醸造方法、品種などの規定はなく、産地の境界線を定めるのみのものです。現在のところ、アメリカのワイン法に格付けは存在しないので、AVA 間に優劣はありません。しかし近年では、より小規模で特殊な地理的、気候的条件を持った地区の存在が明らかになるにつれ、既存の AVA の中に新しく小規模な AVA が認定されるといった傾向にあります。アメリカワイン法ではブドウ品種名、産地名、収穫年などをラベル表示できる含有比率が決められています。国の規制とは別に、カリフォルニア州とオレゴン州は独自の規制を行っています。オレゴン州はアメリカで最も厳しい規制を設けています。エステートボトルとは生産者元詰めを意味します。エステートボトルドを表記するには、瓶詰めをするワイナリーと原料ブドウを栽培する畑が同一の AVA に位置しなければなりません。バライタルワインはブドウ品種名をラベルに表示したワインのこと。セミジェネリックワインはワイン名の一部にヨーロッパの有名ワイン産地名を使ったワインのこと。これについては EU との協議の結果、2006年から指定されたセミジェネリック名称の使用が禁止となっています。メリテージワインはボルドー原産のブドウ品種をブレンドしたボルドータイプの高品質ワインのこと。メリテージはメリットとヘリティッジを合わせた造語です。アメリカでは現在ほとんどの州でワインが作られていますが、カリフォルニア州、ワシントン州、オレゴン州、ニューヨーク州、バージニア州が代表的な産地です。カリフォルニア州には5900軒を超えるワイナリーがあり、アメリカワイン総生産量の約 80% を生産しています。ナパ、ソノマを筆頭に高品質ワインの産地が集中していますが、年間生産量5000ケース以下の小規模な生産者が多いです。一方、セントラルバレーで栽培されるブドウからは世界的巨大ワインブランドの多くが作られています。カリフォルニアワインは別動画に分けて解説を行っていきます。ワシントン州はワイン産地としての歴史は浅いですが、急速に成長しており、アメリカのワイン生産量の約 5.5% を占めます。最大の AVA は州内の大半を占めるカスケード山脈の東側に位置するコロンビアバレーで、ワイン用ブドウ生産量の 90% を占めています。州都シアトルはマイクロソフト、アマゾン、スターバックスなどアメリカを代表する企業の本拠地があり、任天堂のアメリカ本社もあります。太平洋から吹く湿った風はカスケード山脈を越えると乾燥した風となり、内陸に吹き込みます。そのため内陸にあるコロンビアバレーは非常に乾燥し、寒暖差の大きい大陸性気候から半砂漠気候、砂漠気候となり、ブドウ栽培には灌漑が必要です。ブドウ栽培面積は約 2.4 万ヘクタール、ワイン生産量は約160万ヘクトリットルで、栽培面積、生産量はともにカリフォルニア州に次ぎ全米2位で、
ワイナリーの数は過去10年で2倍以上に増えています。フランスのシャンパーヌ地方が栽培面積 3.3 万ヘクタール、ワイン生産量201万ヘクトリットルですので、全米2位の規模ですが、比較すると小規模な産地と言えると思います。主要ブドウ品種は、白はシャルドネ、リースリング、ソーヴィニョンブラン、黒はカベルネソーヴィニョン、メルロー、シラーです。オレゴン州のワイン産地は、太平洋沿いの海岸山脈とカスケード山脈の間にあるウィラメットバレーと、その南側にあるサザンオレゴン及びワシントン州との境界を流れるコロンビア川流域にあります。オレゴン州のワインが世界的に認められるきっかけのエピソードとして、1980年にゴー・ミオ氏がパリで主催したブラインドテイスティングのピノノワール部門で、ジ・アイリー・ビンヤーズのピノノワールが第2位になったことです。これをきっかけに、オレゴン州はピノノワールの産地として世界的に脚光を浴びることになりました。ブドウ栽培面積は約 1.7 万ヘクタール、ワイン生産量は約69万ヘクトリットルです。年間生産量5000ケース以下の小規模なワイナリーが全体の約8割を占めています。近年は冷涼気候から生まれる高品質ピノノワールの産地として世界的に注目を集めており、栽培面積は約 59% を占めています。他にも全ブドウ中2位のピノグリ、3位のシャルドネなどが栽培されています。オレゴン州は全米で最も厳しいラベル表示法を独自に実践しています。ブドウ品種名の表示は、当該品種を 90% 以上使用していること、州名の表記は、当該産地のブドウを 100% 使用すること、カウンティ名、AVA の表記は、オレゴン州産ブドウを 100% 使用し、かつ該当カウンティまたは AVA のブドウを最低 95% 使用すること。オレゴン州のワイン生産者の多くは、環境に対する意識が高く、オーガニックやサスティナブル農法でブドウを栽培し、ワインを作り、それを証明する認証を受けてきました。中でもオレゴンティルスは、1974年に設立された農作物と加工食品などに関するオーガニック認証と教育、情報提供を行う団体で、USDA オーガニックの認証機関であると同時に、アメリカで最も厳格な基準の一つと言われています。ニューヨーク州は東のロングアイランドから西のペンシルバニア州との境界まで、東西約 800km にも及びます。州内には現在471軒のワイナリーがあります。17世紀中頃、オランダ人によって現在のマンハッタン島に初めてブドウが植えられました。ブドウ栽培面積は約 1.4 万ヘクタール、ワイン生産量は約107万ヘクトリットルです。主要品種は白はリースリング、シャルドネ、ナイアガラなど、黒はカベルネフラン、メルロー、プティベルドー、バコノワールなどです。バコノワールはフランス白ブドウのフォルブランシュ種とアメリカ黒ブドウのビティスリパリア種を交配して作り出したハイブリッド品種です。寒さの厳しいニューヨーク州では20世紀に入り、様々なフレンチアメリカン交配品種が開発され持ち込まれてきました。バージニア州は大西洋岸の南部に位置し、最初に独立した東部13州のうちの一つで、州都はリッチモンドです。初代大統領のジョージ・ワシントンの出身州でもあります。1600年代初頭より、イギリスがヨーロッパから持ち込んだビティス・ビニフェラ種のワイン用ブドウは、厳しい気候や病害のため、この地に根付きませんでした。1820年代に、リッチモンドでダニエル・ノートン博士が交配に成功したノートン種から高品質なワインが作られるようになりました。太平洋岸の産地よりも、降雨量が多く、夏も穏やかな気候であることから、ヨーロッパなどのオールドワールド的スタイルを持つワインができます。ボルドーブレンドの赤ワインや、エレガントなビオニエも注目を集めています。ワイナリーは1995年の46軒から、2021年では約300軒までに増加しています。ブドウ栽培面積は約 0.2 万ヘクタール、ワイン生産量は約 10.7 万ヘクトリットルです。主要品種は白はシャルドネ、ビオニエ、黒はカベルネフラン、メルロなどです。アメリカワインはニューワールドの中でも品質が高く、世界が注目する銘柄も多くあります。
カリフォルニア州の気候は温暖で、ブドウが完熟しやすい環境にあるため、ブドウの味をしっかりと味わえるワインができます。オレゴン州、ワシントン州、ニューヨーク州、バージニア州は品質の向上とともに生産量も年々拡大しているので、最新の教本でしっかりと情報を抑えることが重要ですね。本日はカリフォルニア州のワインについて解説を行っていきます。太平洋岸のノースコーストからセントラルコーストにかけて、ナパやソノマを筆頭に高品質のワイン産地が集中しており、年間生産量5000ケース以下の小規模な生産者が多いです。一方、セントラルバレーで栽培されるブドウからは、世界的巨大ワインブランドの多くが作られています。現在州内には5900を超えるワイナリーがあり、アメリカのワイン総生産量の約 80% を占める産地です。また、カリフォルニアワインの国内小売金額は約548億ドル、アメリカの全ワイン輸出量の 90% を占めています。温暖な地中海性気候から生まれる重厚なカベルネソーヴィニョンがカリフォルニアワインの筆頭とされてきましたが、近年は冷涼な産地で生まれるピノノワールやシャルドネの評価も高まっています。3000メートルから4000メートル級のシェラ・ネバダ山脈と太平洋岸を北から南へ流れるカリフォルニア海流の水温の影響で、海に近いほど冷涼、内陸に行くほど暑く乾燥した気候になります。海岸山脈とシェラ・ネバダ山脈の間にある広大な農業地帯であるセントラルバレーは非常に乾燥していて、夏は気温が40度にまで達します。現在アメリカのほとんどの州でワインが作られており、総生産量も拡大しています。アメリカ国内でのワイン消費量についても、伝統的生産国が減少傾向である中増加傾向で、ワイン市場は明るいです。そのため、本試験の出題構成も上がっていますので、しっかりと対策していきましょう。AVA の地理的関係を問われる問題が多いですので、そのあたりも図表を使いながら超わかりやすく解説していきます。春吉のお店でもオンリストしているおすすめのアメリカワイン、概要欄に貼っておきますので、ぜひポチってお試しください。18世紀後半、フランシスコ修道会がメキシコから北上し、先住民の改宗を進めるために、太平洋岸地域に21の伝道所を築きました。この時にもたらされたブドウはミッション種と呼ばれ、伝道所からカリフォルニア各地に伝播しました。ミッション種は DNA 解析の結果、アルゼンチンのクリオージャチカ、チリのパイス種と同一品種で、スペインのリスタンプリエートに遡るとされています。19世紀後半、西部はゴールドラッシュによる人口の急増でワイン需要が拡大しました。またこの頃フィロキセラ被害がソノマで最初に発生し、その後ラブルスカ系を代議にした継ぎ木苗の開発が進みました。1920年、禁酒法の制定が行われ、これによりワイン産業は大打撃を受けました。禁酒法時代を生き抜いた一握りの生産者たちは、ワインインスティテュートやカリフォルニア大学デイビス校と共同し、再び高品質ワイン作りを目指しました。1966年、近代カリフォルニアワインの父と呼ばれるロバート・モンダビが、カリフォルニアで世界的高品質ワインを作るため、オークビルにワイナリーを設立しました。1976年、パリテイスティングでカリフォルニアのワインがフランスのワインより優れているという審判が下り、国際的認知を得ると同時に、フランスの生産者が他の国のワインに関心を持ち、栽培、醸造技術に関する情報交換が行われ、世界的にワインの品質を高めるきっかけとなりました。1983年、ナパで新種のフィロキセラが発見され、多くの畑で植え替えが余儀なくされました。フィロキセラは体長 1、2ミリほどの小さい虫です。こいつがブドウの木の根や葉の部分に寄生して木全体をダメにしちゃうんですね。1864年頃にヨーロッパに侵入してきました。この頃はヨーロッパ中の畑の3分の1を枯死させるという甚大な被害をもたらしました。2000年代に入るとロバート・パーカーらの影響でエレガント、ナチュラル、バランスがいい、料理に寄り添うといったヨーロッパ的なスタイルのワインを志向する生産者が増えていきました。カ
カリフォルニアワインに関しては、2003年にワインインスティテュートと現在のカリフォルニアサスティナブルワイングローイングアライアンスの共同により、サスティナブルワイングローイングプログラムが開発されました。このプログラムは、健全なブドウ栽培とワイン作りが長期的に継続可能となり、品質が高められていくように、ブドウ栽培者、ワイナリーにサスティナブルなブドウ栽培とワイン作りに関する教育を与えることを目的としています。現在カリフォルニアで運用されている主なサスティナブル認証制度と取り組みは図の通りです。特に大きいものはサーティファイドカリフォルニアサスティナブルワイングローイングで、2021年現在全ブドウ畑の 33% に相当する約8万2900ヘクタールのブドウ畑とワイナリーがこの制度の下で認証されています。白ブドウの主要品種はシャルドネ、フレンチコロンバール、ピノグリ、ソービニョンブラン、マスカットオブアレキサンドリア。フレンチコロンバールはフランスコニャック地方原産で、主に大量生産型の白ワインとスパークリングワインの原料となります。主要黒ブドウ品種はカベルネソーベニョン、ピノノワール、ジンファンデル、メルロ、シラー、プティシラー、ルビーレッド。ジンファンデルはイタリア南部のプーリア州で生産される黒ブドウ品種です。プティシラーはアメリカ及び南米で栽培されている色が濃くタンニンの強いワインを作る黒ブドウ品種です。以前はポルトタイプの主成強化ワインに使われていましたが、近年はジンファンデルなどにブレンドされることが多い品種です。1789年以来、種類の製造と徴税に関する法律はアメリカ財務省の管轄下にあります。1933年に禁酒法が撤廃された後、1935年に再び種類の製造と税制に関する法律が規定されました。1978年の法改定により、アペラシオンの規定を含む現在のワイン法の原型が形成されました。2003年より TTB がワインの製造方法を規定し、品質を管理しています。産地を表記する場合の使用規定について、州 75% 以上、カウンティ 75% 以上、 AVA85% 以上、畑 95% 以上です。産地を表示する場合の使用規定について、アメリカ全土の規定とカリフォルニア州の規定は微妙に異なるのでチェックしておきましょう。 AVA は米国政府認定ブドウ栽培地域のことです。ヨーロッパのワイン法を学んだ後だと間違いやすいポイントなので注意が必要です。 AVA はヨーロッパのワイン法のようにブドウ品種や栽培、醸造方法などを規定するものではなく、一定の地理的気候的なブドウ栽培条件を持つとみなすエリアの境界を規定するものです。現在のところアメリカのワイン法に格付けは存在しないので、 AVA 間に優劣はありません。しかし近年ではより小規模で特殊な地理的気候的条件を持った地区の存在が明らかになるにつれて、既存の AVA の中に新しく小規模な AVA が認定されるといった傾向にあります。ノースコースト AVA はサンフランシスコ湾より北の太平洋岸のナパ、ソノマ、メンドシーノなどのカウンティを包括する広域の AVA で、次の主要な AVA を含みます。ナパカウンティのほとんどの部分はナパバレーに含まれます。ナパバレーは結出した品質のカベルネソーベニョンが世界的にも高い評価を受けていますが、生産量はカリフォルニア全体の約 4% 程度です。ナパバレー AVA 内には現在16のサブリージョンがあります。サイルスバレー、ハウエルマウンテン、カリストガ、ダイヤモンドマウンテンディストリクト、スプリングマウンテンディストリクト、セントヘレナ、ラザフォード、オークビル、スタックスリープディストリクト、ヨントビル、オークノールディストリクト、マウントビーダー、ロスカーネロス、アトラスピーク、クームズビル、ワイルドホースバレー。カリストガはナパバレーの北端に位置し、サンパブロ湾からの影響が少なく、夏の日中最高気温は38度を超えることもあります。セントヘルナは西側の山に守られて、霧や涼風の影響が薄れるため温暖な気候です。
ラザフォードはラザフォードダストと呼ばれる独特の風味を備えたワインを生むテロワールが特徴です。ナパバレーの中で最も日照量の多い地区です。オークビルはナパバレーの中心に位置しています。温暖ながらも夜間と早朝に出る霧の影響を強く受け、酸味のしっかりとした高品質なカベルネソーヴィニョンが生み出されます。スタックスリープディストリクトは日中の日照量が高くブドウを熟させ、夕方はサンパブロ湾からの涼風によって気温が下がるため、内陸の AVA に比べてエレガントなワインを生みます。ヨントビルはサンパブロ湾からの寒流由来の冷風が吹き込み、夏でも夜間はかなり涼しくなる比較的冷涼な産地です。生み出されるワインはスミレのようなアロマが特徴のエレガントで優雅な味わいが特徴です。マウントビーダーはマヤカマス山脈に位置する産地です。高標高に位置しているため、日中は比較的涼しく、夜間は比較的暖かいのが特徴です。傾斜が30度に達する場所もあり、十分な日照を確保することができ、濃縮感のある果実味の強いワインが生み出されます。クームズビルは2011年に認定された新しい AVA、かつビニフェラ種が最初に植えられた歴史ある産地です。ロスカーネロスは半分はソノマカウンティに含まれるナパバレーで最もサンパブロ湾に近い南端の冷涼な産地です。ソノマカウンティはナパカウンティの2倍以上のエリアで、そこに大小のバレーや多くの丘陵地帯が広がります。ソノマカウンティにはノーザンソノマ、ソノマバレー、ソノマコーストの3つの広域 AVA があり、その中に現在19のサブリージョンがあります。ロスカーネロス、ムーンマウンテンディストリクト、ソノマバレー、ソノママウンテン、ベネットバレー、パインマウンテンクローバーディルピーク、アレクサンダーバレー、ナイツバレー、チョークヒル、ドライクリークバレー、ロックパイル、ロシアンリバーバレー、グリーンバレーオブロシアンリバーバレー、ソノマコースト、フォートロスシービュー、ノーザンソノマ、ファウンテングローブディストリクト、ペタルマギャップ、ウエストソノマコースト。ロックパイルはメンドシーノカウンティとの境界線にかけて広がる北端に位置する AVA です。フォートロスシービューは太平洋岸の北部に広がり、ウエストソノマコーストの典型的なテロワールを持つ産地で、2012年1月に新設された AVA です。ロシアンリバーバレーはカリフォルニアワインを代表する銘柄です。サンパブロ湾から吹き込む霧の影響を強く受け、この地域はカリフォルニアの AVA の中でも非常に冷涼な地域となります。そのためブドウ品種はピノノワールやシャルドネなどのブルゴーニュ系品種が栽培されています。チョークヒルは比較的温暖な気候と石灰質を含む白い火山灰土壌が他の地域と異なる特徴をワインに与えています。アレクサンダーバレーはナパバレーと並ぶ高品質カベルネソーヴィニョンの産地で、シャルドネも定評があります。ペタルマギャップは2018年1月に新設された AVA です。もともとソノマコースト AVA の広大なワイン産地の一部でしたが、その中の小区域として成立しました。ウエストソノマコーストは2022年 AVA 認定された最新の AVA です。西側の太平洋岸に位置し、その冷涼な気候と独自のテロワールをもとに、高品質なピノノワールやシャルドネなどを栽培しています。本試験で出題されている傾向として多いものは、ナパバレーに属する AVA はどれか、ソノマバレーに属する AVA はどれかのような問いが基本で、ナパとソノマについてはもう少し深掘りされて、2018年に新設されたソノマカウンティの AVA はどれか、こんな感じの問題も問われています。ノースコーストの残りのカウンティでメンドシーノカウンティ、ソラノカウンティ、レイクカウンティ、マリンカウンティがあります。広域の AVA ではセントラルコースト、シエラフットヒルズ、インランドバレーズ、サザンカリフォルニアとありますが、試験対策としては広域 AVA の中にある小規模 AVA の地理的関係性を抑えていければ十分通用しますので、この部分についてこれから列挙して読み上げますので、何度か繰り返し確認してみてください。
メンドシーノカウンティは産地が多く、総面積の 60% を森林に覆われています。初期のイタリア移民によって植えられたレッドウッドの森がこの地域の特徴です。メンドシーノカウンティには現在12のサブリージョンがあります。メンドシーノ、アンダーソンバレー、コールランチ、マクダウェルバレー、メンドシーノリッジ、ポッターバレー、レッドウッドバレー、ヨークビルハイランズ、イーグルピークメンドシーノカウンティ、パインマウンテンクローバーディルピーク、コベロ、ドスリオス。レイクカウンティはもともとナパカウンティ北部とメンドシーノカウンティ南部だった地区を合わせて1861年に新設されたカウンティです。レイクカウンティには現在9つのサブリージョンがあります。ゲノックバレー、ベンボアバレー、クリアレイク、ビッグバレーディストリクトカウンティ、ハイバレー、ケルセイベンチレイクカウンティ、レッドヒルズレイクカウンティ、アッパーレイク、ロングバレーレイクカウンティ。セントラルコーストは南北400km、東西40km にある10のカウンティを包括する広大な AVA です。10のカウンティの中にある次の主要なサブリージョンがあります。サンフランシスコカウンティにはサンフランシスコベイ、サンタクルーズカウンティにはサンタクルーズマウンテンズ、アラメダカウンティにはリバモアバレー、サンベニートカウンティにはマウントハーラン、カビランマウンテンズ、モントレーカウンティにはシャロン、モントレー、サンタルシアハイランズ、アロヨセコ、サンルイスオビスポカウンティにはパソロブレス、サンルイスオビスポコースト、エドナバレー、アローヨグランデバレー、サンタバーバラカウンティにはサンタマリアバレー、サンタイネズバレー、アリソスキャニオン。シエラフットヒルズはシェラネバダ山脈の西側の山麓に点在するブドウ畑の総称で、1840年代から50年代のゴールドラッシュの舞台となったエリアです。シエラフットヒルズ広域 AVA には、フレイサーカウンティ、エルドラドカウンティ、アマドールカウンティ、カラベラスカウンティの4つのカウンティが含まれています。インランドバレーズ広域 AVA には、ヨロカウンティ、サクラメントカウンティ、サンホアキンカウンティ、スタニスラウスカウンティ、マデラカウンティ、フレズノカウンティの6つのカウンティが含まれています。サザンカリフォルニア広域 AVA には、ベンチュラカウンティ、サンバーナーディーノカウンティ、リバーサイドカウンティ、サンディエゴカウンティ、ロサンゼルスカウンティ、オレンジカウンティの6つのカウンティが含まれています。本日はチリとアルゼンチンのワインについて解説を行っていきます。チリはブドウ栽培にうってつけの自然環境に恵まれており、ブドウ栽培地域は国土のちょうど中間部分、南緯27度から40度までのおよそ 1400km に広がっています。チリワインの輸入増加のきっかけは、2007年9月3日に日本とチリの2国間で発行された経済連携協定に基づく関税率の低減です。2019年4月以降、チリにかかる関税はゼロになり、輸入量は13年間で約 4.5 倍以上にも増えました。一方、日本のアルゼンチンワイン輸入量は2014年の40万ケースをピークに減少傾向が続いており、2022年の輸入量は17万7000ケースでした。チリが日本と経済連携協定を締結してワイン関税の低減を決め、大幅な輸入増を達成したのとは対照的です。さらにアルゼンチンとワインには、輸出業務の実際をめぐっても大きな違いが生まれています。仮にアルゼンチンとチリのワイナリーから蔵出し価格の同じボトルが出荷されたとして、チリワインはそのままバルパライソ港にトラック輸送されますが、アルゼンチンワインはアンデス山脈を越えてチリのバルパライソ港に届きます。この時点で両者の輸送量に大きな違いが生じ、そして日本に着いた時にチリは関税ゼロ、アルゼンチンは膨らんだ輸送費を加えた価格に関税がフルに課されます。
さらにアルゼンチンペソ安で為替の反でも大きいです。結局ワイナリーを出た時には同価格であった日本のワインは、店頭に並んだ時にはチリワイン480円、アルゼンチンワイン980円のようになっているわけですね。チリについてはだいぶ深掘りした産地を問うような問題も去年は出題されていましたが、基本的にチリ、アルゼンチンの出題構成は例年ある程度決まっていますので、確実に抑えて点を取っていきたい範囲ですね。傾向と対策を踏まえて本日も超わかりやすく解説していきます。純吉のお店でもオンリストしているおすすめのワイン概要欄に貼っておきますので、そちらもぜひポチってお試しください。もともとチリにワイン用ブドウはありませんでした。チリのブドウ栽培は16世紀半ば、スペインのカトリック伝道者が生産用ワインを作るためパイス種などが植えられたことで始まりました。フランシスコ・デ・アギーレのブドウ畑がチリ最初のものとされています。1818年にスペインから独立したチリは、硝石などの鉱物資源をもとに経済成長を遂げます。鉱山富豪が次々と誕生し、彼らがワイン産業のスポンサーになってチリワインの新しい時代が始まりました。1830年にヨーロッパからカベルネ・ソーヴィニョン、ソーヴィニョン・ブラン、セミヨン、リースリングなどの苗木を輸入し、キンタノルマルの実験畑に植え付けました。これはパイス種に代わるワイン用ブドウの栽培を計画してのものです。シルベストレ・オジャガビアは1851年に東欧し、1852年にフランスから大量にブドウの苗木を輸入し、マイポバレーのタラガンテに植え付けました。この時輸入されたのはすべてボルドー系の品種で、シャルドネ、ピノノワールといったブルゴーニュ系品種はまだ輸入されていませんでした。19世紀末にはフィロキセラ科にあえぐヨーロッパのワイン生産地から、醸造家や栽培家がフィロキセラ被害のないチリに続々と移住してきました。彼らの作ったワインはワインが枯渇し始めたヨーロッパに向けて輸出しました。20世紀に入るとイタリアから大量生産に適した栽培技術が導入され、灌漑設備も整って増産体制が固まりました。21世紀を目前にチリワインはバライタルワインから付加価値のあるプレミアムワイン作りへと舵を切りましたが、日本におけるチリワインの印象は1990年代に活躍した低価格なバライタルワインで止まったままです。2021年のチリのブドウ栽培面積は13万86ヘクタールで、前年比 4.5% 減少し、このところ微減少傾向が続いています。赤ワイン用品種が 73.8%、 白ワイン用品種が 26.2% の比率です。上位の品種からカベルネ・ソーヴィニョン、ソーヴィニョン・ブラン、メルロー、シャルドネ、カルメネール、パイス、シラー、ピノノワール、マルベック、カリニャン。カベルネ・ソーヴィニョンは全体の約 30% を占めていて、これにその他のボルドー系品種を加えると6割強の占有率となります。カルメネールはボルドー系品種で、19世紀半ばボルドーからカベルネ・ソーヴィニョン、メルローなどと一緒に持ち込まれました。熟期がとても遅いなどの理由でボルドーでは途絶えてしまった品種ですが、チリではずっと生き続けています。ただチリでは長らくメルローと誤解されており、初めてカルメネールと発見されたのは1994年11月のことでした。チリのワイン製造に関する法律によると、ワインとはビティス・ビニフェラのブドウ果汁を発酵させたものに限る。ワインの醸造工程でアルコール、諸糖などの糖類、人工甘味料を使用してはならない。ワインはブドウ果汁の糖分だけで作らなければならない。ワインのアルコール分は 11.5% 以上でなければならないと定義されています。ワインのラベルには次の事項を表示することが義務付けられています。ワインの種類、製造者名と所在地、ワインの容量、アルコール含有量、プロダクトオブチリなど原産国がチリであることの分かる語、ワインの原産地呼称 DO、 産地名をラベル表記する場合は当該産地のブドウを 75% 以上使用しなければなりません。 DO ワインには次の品質表示を加えることができます。スペリオーレ、レセルバ、
レセルバエスペシアル、レセルバプリパダ、グランレセルバ、このあたりの規定の違いについてもざっくりと表を確認しておいてください。ブドウ品種名、ブドウ品種名をラベル表記する場合は当該品種を 75% 以上使用しなければなりません。2品種もしくは3品種をアッサンブラージュした場合はいずれの品種も 15% 以上使用し、使用比率の多い順に左から右に並べて表示できます。ワインの収穫年、収穫年をラベル表示する場合は当該生産年のワインを 75% 以上使用しなければなりません。生産者元詰め、自社ブドウ畑と醸造・瓶詰め設備が当該 DO 内にあり、醸造・瓶詰め・保管が一貫して自己の設備内で完結している場合に限ります。残糖量に応じたワインのタイプの表示、これにはセコ・セミセコ・セミドゥルセ・ドゥルセがあります。 EU は原産地呼称ワインの製造基準を産地名・品種名・生産年ともに 85% 以上使用としているため、輸出向けチリワインはすべて 85% 以上使用しています。チリのブドウ栽培地域は大きく分けると北部、中央部、南部の3つに分けられます。その長さは 1400km にも及ぶため、気候条件や土壌に大きな違いがあります。ブドウ栽培地を気温と降水量による植生分布で考案されたケッペンの気候区分で見ると、おおよそ砂漠気候、ステップ気候、地中海性気候、温暖湿潤気候に分けられます。本試験の出題傾向としては DO アコンカグアに属するサブリージョンはどれかのような問いがよく出てきます。リージョンの中のサブリージョン、その中のゾーン、さらにその中のエリアまで掘り下げて学んでいく必要がありますが、すべて覚える必要は全然ありませんので、4択の中から消去法で選択できるくらいに教本を見て押さえておきましょう。この動画ではいくつか試験的に重要な特徴を持つサブリージョンがありますので、そのあたりを解説していきます。 DO アタカマにはサブリージョンに DO コピアポバレーと DO ウアスコバレーがあります。ピスコという蒸留酒を作るためのモスカテル酒を栽培しています。 DO ウアスコバレーはアタカマ砂漠の南部に位置していますが、海沿いはフンボルト海流の影響でカマンチャカという海洋性層積雲に覆われ、その結果海岸寄りの川沿いは比較的冷涼となります。 DO コキンボにはサブリージョンに DO エルキバレー、 DO リマリバレー、 DO チョアパバレーがあります。緯度が低く日照が強いですが、アンデス山脈が太平洋側にせり出して東西の幅が狭いため冷たい海風が吹きつけています。かつては生食用のブドウ栽培地で、近年は冷涼地を求める栽培者が押し寄せ、ソーヴィニョンブラン、シャルドネ、ピノノワール、シラーなどの畑が急速に増えています。DO アコンカグアのサブリージョンである DO アコンカグアバレーは、曇りの日は稀で、1年のうち240日から300日が晴れです。カベルネソーヴィニョン、カルメネール、シラーなど、しっかりした赤が中心の産地です。同じく DO アコンカグアのサブリージョンである DO カサブランカバレーは、周囲を400メートル程度の丘陵に囲まれた傾斜地で、バレー全体に朝霧が立ち込めます。遅霧の被害が大きい年があり、生産量が安定しません。DO セントラルバレーのサブリージョンである DO マイポバレーは、ブドウ栽培の歴史は古く、マイポ川の流域に畑が集中しています。温暖で穏やかな地中海性気候で、カベルネソーヴィニョンの栽培が 50% を占めています。DO アウストラルは2011年に新しく認定された原産地呼称で、サウスよりも南に位置するため、アウストラルと名付けられました。もともとアメリカ大陸にビティス・ビニフェラ種は自生しておらず、コロンブスのアメリカ大陸到達以降、キリスト教の普及活動者がスペインから持ち込んだと言われています。アルゼンチンのブドウ栽培は、ミサ用のワインを確保するため、キリスト教の普及活動とともに広がっていきました。1540年代から1560年にかけて、ペルーからアルゼンチン北西部に、1561年にメンドーサに、
1562年にサンファンにブドウ栽培がもたらされました。19世紀後半になるとパタゴニアを国土に取り込み、農畜産物の生産に適した土地を整備したことで、ヨーロッパから大量の移民がやってきました。さらに鉄道の敷設によって西部のワイン産地と消費地のブエノスアイレスがつながったことで、ワイン消費層が急激に拡大していきました。1960年代には大規模なワイン醸造施設が整い、きちんと整った流通ネットワークで大量に販売されていました。当時のワインは混色混醸のコモンワインと呼ばれるもので、クリオジャやボナルダといった品種が活躍していました。ところが1970年代後半から1980年代初めにかけて、コカ・コーラなどの精酸飲料水とビールの市場参入でワインを飲む人と飲酒量が減少しました。1982年から1991年にかけては既存のブドウ木の 36% が引き抜かれ、ワイン消費量は減少し、1970年代に1人当たりの 91.8 リットルだった消費量は1991年には55リットルに減少しました。21世紀に入り、国際市場がバライタルワインから生産地の個性、風土の特徴を表現したワインを要求するようになり、アルゼンチンワイン業はマルベックの生産に注力するようになりました。アルゼンチンのブドウ栽培面積は2014年以降年々減少傾向です。品種別に見ると栽培面積が増加しているのはマルベックだけで、他の品種は軒並み減少しています。上位の品種からマルベック、セレサ、ボナルダ、カベルネ・ソーヴィニョン、クリオジャ・グランデ、シラー、ペドロ・ヒメネス、トロンテス、シャルドネ、テンプラニーリョ。マルベックは起源は南西フランスで、現在のカオールの主要品種、コットと同一品種です。18世紀にボルドーに移植され、マルベックと呼ばれるようになりました。今日では、ボルドーのマルベック栽培面積は1000ヘクタール未満ですので、すっかりアルゼンチンのブドウですね。1853年4月17日に初めてメンドーサに植栽されたという記録があり、アルゼンチンではこの日をマルベックデーに制定しています。アンデス山脈に広がるアルゼンチンのブドウ畑は、海抜高度450メートルから3329メートルの間に分布しており、ブドウ畑は海岸線から遥か遠く離れて、世界でも数少ない大陸性気候の巨大ワイン産地です。ワイン産地はノルテ、クージョ、パタゴニアと分けられます。ノルテ地方は緯度的には本来亜熱帯に属する暑い土地ですが、ブドウ畑の標高は750メートルから2980メートルと高いため、高原の涼しさが保たれています。クージョ地方にあるメンドーサ州はアルゼンチン全体のブドウ栽培面積の約 70% を占めます。大規模ワイナリーのほとんどはこの地にあります。同じくクージョ地方にあるサンファン州はメンドーサ州に次いで大きい栽培面積を誇ります。畑の標高は460メートルから1400メートルにあり、サンファン川沿いにブドウ畑の 90% が集中しています。パタゴニア地方にあるリオネグロ州はアルゼンチン最南端のブドウ栽培地域です。標高が最も低く大陸性気候で、ソーヴィニョンブランやピノノワールの生産に適しています。本日はオーストラリアのワインについて解説を行っていきます。オーストラリアの国土の広さはヨーロッパ全体のおおよそ7割に匹敵します。ブドウ栽培地域は国土の南半分にあたる南緯31度から43度の間に帯状に分布し、東端のニューサウスウェールズ州から西端の西オーストラリア州まで 3000km 超えにわたってワイン産地が点在しています。近年の気候変動や地球温暖化による干ばつの頻繁、極端な気象条件を踏まえ、ワイン産業業界は将来の栽培面積が増えることを予想していません。一番の障害は使用可能な水の恵みが限られている点です。
コスト上昇が顕著な灌漑用水を使うブドウ栽培は、安価なワイン生産を困難にしています。チリやスペインなどとの国際競争で価格競争力を失いつつある低価格ワイン用の畑は採算が合わなくなり、再編され、栽培面積は全体的に横ばいから縮小の状況にあります。ブドウ栽培面積の合計は14万6244ヘクタールで、ボルドーより多く、カリフォルニアより少なく、2022年12月時点のバイナリー数は2156社でした。過去最高を記録した2014年以降減少を続けています。大規模ワイナリー数は全体の 4% に過ぎませんが、全生産量の 83% を占めています。人口規模から勘案して、国内消費にはおのずと限界があるため、1000社以上が世界100カ国以上へオーストラリアワインを輸出しています。オーストラリアは世界第5位のワイン輸出国で、上位輸出先は金額ベースでアメリカ、イギリス、カナダ、香港、シンガポールとなっています。去年の教本と比較して、今年の教本は25ページ少なくなっていますね。ひょっとすると本試験での出題構成も減ってくる可能性がありますが、傾向としてよく出題されるのは歴史、ワイン法、サブリージョンあたりですので、このあたりの内容をしっかりとまとめて、本日も超わかりやすく解説していきます。純吉のお店でもオンリストしているおすすめのワイン、概要欄に貼っておきますので、そちらもぜひポチってお試しください。オーストラリアに最初にワイン用ブドウ木が持ち込まれたのは、1788年、ニューサウスウェールズ州の初代総督だったイギリス海軍大佐のアーサー・フィリップがシドニーにもたらしたもので、これがワイン作りの最初の一歩となりました。その後、ブドウ栽培は内陸部へ移動し、1825年にジェームズ・バズビーによってニューサウスウェールズ州ハンターバレーに本格的なブドウ園が開設されました。その後、1840年頃までにタスマニア州、ビクトリア州、西オーストラリア州、南オーストラリア州へと商業的なブドウ栽培、ワイン生産が広がっていきました。1840年代にはバロッサバレーにバイエルン出身のヨハン・グランプやイギリス出身のサミュエル・スミスが入植し、彼らはその風土がワイン作りに適していることにいち早く気づきました。ヨハン・グランプはジェイコブス・クリークを、サミュエル・スミスはヤルンバを設立し、オーストラリアを代表するワイン産地の礎を築きました。1877年、ビクトリア州でフィロキセラが発見され、この頃からブドウ栽培、ワイン醸造は南オーストラリア州に傾斜していきました。興味深いことは、フィロキセラ化以前のブドウ古木が現在でも多く残っていることです。中でもビクトリア州ゴールバーンバレーにあるタビルクの1860年植栽のシラーズは、現在でもワインを生み出しており、あまりにも有名です。砂地であるため、フィロキセラが侵入できなかったと考えられています。近年記録が更新され、バロッサバレーのラングメールワイナリーが所有する1843年植栽のシラーズが、オーストラリア最古のワイン用ブドウだとされています。1929年以降は、イギリスの優遇策もあり、その大部分を甘い酒精強化ワインが占めていきました。同時に国内市場も酒精強化ワインで占められるようになりました。1950年代以降、消費トレンドは長かった酒精強化ワインから再びテーブルワインへと変化していきます。その背景にはドイツの低温発酵技術を導入し、リースリングを使った白ワインが発売され、人気を博したことなどが挙げられます。70年代までの赤ワイン作りは、当時のボルドーのスタイルを手本とし、カベルネ・ソーヴィニョンをはじめとした赤ワインが美点とされました。80年代に入ると、冷涼な産地のピノ・ノワールとシャルドネが人気を集め始め、90年代末にはシラーズが質量ともにオーストラリアを代表する品種として国内外で捉えられるようになりました。白ブドウの主要品種はシャルドネ、ソーヴィニョン・ブラン、ピノ・グリ、セミヨン、マスカット・ゴールド・ブランコ。黒ブドウの主要品種はシラーズ、カベルネ・ソーヴィニョン、メルロー、ピノ・ノワール、プティベルド。ワイン用に栽培されているブドウは
すべてヨーロッパからもたらされたもので、オーストラリア固有品種や現地で開発された交配品種はほとんどありません。2020年に確認されているだけで130品種を超えますが、赤、白、それぞれのトップ10品種の合計で収穫量全体の 95% を占めています。その他の100品種以上によって、オーストラリアワイン全体としての豊かな多様性は実現され、気候変動との対応など、将来への試験的取り組みも可能にしています。1929年にオーストラリアワインの品質を高め、国際市場における評価を向上させるため、オーストラリア連邦政府管轄のもと、ワインオーストラリア公社が設立され、ワインに関する規定を定めています。オーストラリア・ニュージーランド食品基準機関の食品基準により、アルコール 4.5 度未満はワインと認められず、また補糖も認められていません。酸化防止剤、保存量の表示が義務付けられていて、その番号がラベルに表記されています。220、亜硫酸、200、ソルビン酸、300、アスコルビン酸。GI 制度は、1980年代後半以降の欧州連合向け輸出の増加を背景に、1993年に導入されました。その主な目的は、国際法に基づき、特定の GI 内で収穫された原料ブドウで作られたワインの表示にのみ、当該 GI が使用されるよう、地名の利用を保護し、一方で表示の信憑性を確保し、消費者の権利を保護することにあります。GI 制度はヨーロッパの原産地呼称制度に類似していますが、ブドウ栽培とワインの製造方法については、ヨーロッパのように特定の原産地呼称に関連した厳格な規定がない分、栽培、醸造面では自由度が高いことが特徴です。地理的表示、ヴィンテージ、ブドウ品種、それぞれ当該表示のものを 85% 以上使用する場合に表示が可能です。これはすぐに覚えられそうですね。最新の国内栽培面積は、南オーストラリア州、ニューサウスウェールズ州、ビクトリア州、西オーストラリア州、タスマニア州、クイーンランド州の順番です。現在114の GI が認定されていますが、すべて覚えるような必要は全然ありませんので、本試験の傾向の中で出題されたことがある特徴的な GI について解説していきますので、それらを中心に押さえるようにしてください。南オーストラリア州で重要な産地は、アデレード周辺のバロッサバレー、イーデンバレー、アデレードヒルズ、クレアバレー、マクラーレンベイル、ラングホンクリークの6産地とクナワラです。この6産地については、マウントロフティ山脈を軸に理解するとわかりやすいです。イーデンバレー、アデレードヒルズ、クレアバレーは山脈の上に乗った産地と言えます。地質も同じものが見られ、岩、石の畑が多く、山のワインとされ、品種によっては極めて似た性質のワインが作られます。一方、バロッサバレー、マクラーレンベイルは、山裾の表土の比較的深い粘土、浄土が豊富な平坦地にブドウ畑が開かれました。ラングホンクリークは、もともと海だったところで、石灰岩が広く分布しています。クナワラは、オーストラリアを代表するカベルネ・ソーヴィニョンの名城地の一つです。南オーストラリア州の南東の端に位置するワイン産地で、1890年、スコットランド人のジョン・リドックが最初のブドウ畑を植え、テノーラと呼ばれる土地を開拓しました。テラロッサと呼ばれる赤い粘土質と石灰岩質のコンビネーション土壌が有名です。ニューサウスウェールズ州はオーストラリアのワイン産業の起源で、ブドウ栽培は1790年代にシドニー周辺で始まり、1820年代になってハンターバレーに広がり、大手ワイナリーが拠点を置き、長らく重要なワイン産地として君臨していました。ハンターバレーは1825年にジェームズ・バズビーによって最初にブドウ木が植えられ、本格的なブドウ園が開設された地域です。この地区の気候は温暖からやや暑いところまであり、1月から4月は降雨量が多く、湿度があり、雲に覆われています。代表的な白品種のセミヨンは、降雨を避け、酸度が下がる前に収穫し、長期の熟成を経て飲まれます。セミヨンというと、甘口品種のイメージが強いですが、
ハンターセミオンと呼ばれ、伝統的に辛口に仕上げます。また代表的な黒品種のシラーズは、60年から100年の古木が豊富で、同様に長期熟成に耐えます。1990年代後半以降は、より冷涼なブドウ栽培を求めるワイン産業の要請で、標高の高い場所へのブドウ畑の開発が盛んになりました。それがグレートディバイディング山脈の斜面を利用したパウラ、マジー、オレンジで、この順番で標高が高いです。マジーは昔この地に住んでいた原住民のアボリジニの言葉で、丘のある巣という意味を指し、ブドウ栽培の歴史は1858年にまで遡ります。ビクトリア州は中小規模生産者が中心の産地で、内陸部から沿岸部まで様々な気候、土壌が点在するため、ワイン作りは個性的で多様です。ヤラバレーは1838年、ビクトリア州で最初にワイン用ブドウが植えられた地域です。1986年には、モエ・シャンドン社がシャンドン・オーストラリアを設立し、瓶内二次発酵のスパークリングワインの生産拠点として発展しています。ゴールバンバレーは1860年に設立されたオーストラリアで最も長い歴史を持つワイナリーのタビルクがあることで有名です。キングバレーは南端のウィットランズ台地が標高800メートルで、オーストラリアで最も標高の高いブドウ産地です。ヘンティはオーストラリア大陸で最も冷涼なワイン産地で、スパークリングワインと繊細な香りのするワインを生産しています。西オーストラリア州は、オーストラリア全体のワイン生産量のわずか 3% 程度を占めるに過ぎませんが、その大部分は比較的高価格帯で占められ、品質は国内トップクラスに位置づけられています。マーガレットリバーは、カベルネ・ソーヴィニョンとシャルドネで知られる西オーストラリア最有力のファインワインの産地です。土地の雰囲気や赤ワインのスタイルは、ボルゲリア・ナパを連想させます。グレートサザンは、アルバニー、デンマーク、フランクランドリバー、マウントパーカー、ポロングラップの5つのサブリージョンを含む巨大な地域ですが、その大部分は開発不可能な森林が占めています。ユーカリ原生林の土壌は、コーヒーロックと称されるアイアンストーンで、ブドウ畑の多くがこれと同じ土壌を持ちます。タスマニア州に最初にワイン用ブドウ木がもたらされたのは、1823年という記録があります。島全体は北海道のちょうど8割に当たる広さで、このうち 37% が世界自然遺産、自然保護区などに指定され、人の介入が許されない広大な原生林が島の西半分に残されています。クイーンズランド州は日常消費ワインのブドウ栽培から始まり、現在では高級ワインのブドウ栽培において急成長を遂げています。2020年の収穫量は深刻な干ばつの影響で、前年比 80% 減少の作物を失いました。クイーンズランド州にはグラニットベルトとサウスバーネットの2つの GI が認定されています。本日はニュージーランドのワインについて解説を行っていきます。ニュージーランドは南太平洋に浮かぶ北東と南東の2つの主要な島から構成され、その距離は南北 1600km に及びます。国土面積は日本のほぼ7割の大きさですが、総人口は513万人と北海道より少ないです。ニュージーランドワインが世界的注目を集めるようになったのは、1980年代後半のソーヴィニョンブランの登場、1990年代末からのピノノワールの登場とごく最近のことです。カリフォルニア、オーストラリア、チリなどの新世界産地に比較すると遅れてきた存在であったため、先輩産地が積み上げた最新の知見や栽培、醸造技術の蓄積をそのまま活用し、短期間で産地形成をすることができました。また代表品種をソーヴィニョンブランとピノノワールに据えた点でも、これまでの新興産地とは大きく異なります。主要産地は大きく10に分けられ、ブドウ栽培面積は 41,603 ヘクタールで、これはボルドー全体の3割程度です。ワイン総生産量は383万ヘクトリットルで、
世界のワイン生産量のわずか 1% に過ぎませんが、1980年代のマールボロさんのソービニョンブランの世界的な大ヒットを機に、マーティンボローやセントラルオタゴの上質なピノノワールに対する評価が続き、ニュージーランドは世界のワイン産地図に乗るプレミアムワイン生産国として立場を確立しています。本試験の傾向としてよく出題されるのは概要的な部分と歴史、ワイン産地とサブリージョンあたりですので、このあたりの内容をしっかりまとめて本日も超わかりやすく解説していきます。純吉のお店でもオンリストしているおすすめのワイン概要欄に貼っておきますので、そちらもぜひポチってお試しください。世界のワイン市場にニュージーランドワインが本格的に登場するのは1980年代後半以降のソービニョンブランが登場するようになってからです。ニュージーランドに初めてワイン用ブドウが植えられたのは1819年、イギリス国教会のイギリス人宣教師サミュエル・マーステンがオーストラリアのシドニーから持ち込んだ種類の異なる100本余りの苗木を原住民のマオリ族に農業を教える目的で北東ベイオブアイランズのケリケリというところに植えたのが最初です。この記録ではブドウがワインに醸造されたとは残っておらず、実際にニュージーランドで最初にワインを作ったのはオーストラリアのブドウ栽培の父であるスコットランド人のジェームズ・バズビーが1836年に北東ノースランドのワイタンギに開いたブドウ畑から生産されました。その後1840年5月にニュージーランド全土はイギリスに併合され、1852年ニュージーランド自治領となりました。1898年から1899年にかけてノースランドのワカピューラにビロキセラが発見され、1902年に政府のブドウ栽培技師のロメオ・ブラガードによりアメリカ系代議が持ち込まれたことにより、代議に継ぎ木をしたブドウ苗木が普及しました。1916年、現在のクロアチアの一部であるダルマチア地方から厳しい経済環境と徴兵を逃れるため移民したジョシップ・ペトロフ・バビッチは北東オークランド周辺のアワヌイ北部でブドウ栽培を始めたことで、この地域のワイン産業の基盤を整えました。20世紀前半までのワイン作りはオークランド周域でハイブリッド種による主生強化ワイン生産が主体でした。その後ワイン生産者は産業の拡大とよりブドウ栽培に適した気候を求めてギズボーン、ホークスベイと北東の東側へ移動していきました。1960年代にかけてドイツのガイゼンハイム研究所のヘルムート・ベッカー博士の指導により、ワセ・ホーサンで様々な土壌に適応するミュラー・トゥルガウの栽培がリズボン地域で盛んになりました。そして80年代後半からはシャルドネやソービニョンブランの生産が南東で高まるにつれ、ミュラー・トゥルガウは衰退していきました。1982年から90年まで政府のブドウ栽培技師を務めたリチャード・スマート博士の指導によりキャノピーマネジメントが導入され、飛躍的に栽培技術も向上していきました。2004年からオークランド大学がボルドー大学との共同研究を始め、ボルドー大学の富永孝俊博士の指導のもと、ソービニョンブランのアロマ前駆体物質の計測方法などを学び、ニュージーランドのソービニョンブランの品質向上に寄与する研究をするようになりました。主なブドウ品種の栽培面積はソービニョンブラン、ピノノワール、シャルドネ、ピノグリ、メルロー、リースリングの順で大きいです。量産・販売しやすいソービニョンブランが面積が圧倒的に大きく、ソービニョンブランの栽培はマールボロに偏っています。黒ブドウはピノノワールが最大で、マーティンボロー、セントラルオタゴ、マールボロ、カンタベリーなど各地に広がり、それぞれから特徴のあるものが作られています。ニュージーランドでは現在 10x5、 UCD5、 DRC エイベル、ビジョンクローンといったクローン品種がピノノワール生産の基礎を担うようになっています。クローンと聞くとめちゃくちゃ難しい遺伝子の話かと思って逃げたくなりますが、全然簡単で、例えばピノムニエやピノブランもピノノワールの突然変異で生まれたクローン種です。
ブドウは遺伝子的に不安定で突然変異の可能性が高い植物ですが、中でもピノノワールは特に高いです。1980年代前半、ニュージーランドのマーティンボローはブルゴーニュに似ている気候条件だと分析されていながら、優良なピノノワールの苗木入手ができず困っていました。テンバイファイブはスイスのベーデンスビル研究所経由でもたらされ、カリフォルニア州ではベーデンスビルクローンと称され、1960年代から存在していました。 UCD5 はカリフォルニア大学デイビス校からもたらされたもので、ポマールクローンと称され、デイビス校のハロルド・オルモ博士が1940年代にシャトード・ポマールの畑から取得したとされています。 BRC エイベルは1970年代半ばにドメールドラ・ロマネコンティの畑から取得したとされています。ディジョン・クローンは1988年以降にもたらされ、モレサンドニのドメーヌ・ポンソから採取され、113、114、115、667、777の5種を持ちます。このまとめの表重要ですので、一時停止などしてしっかりチェックしてください。ニュージーランド食品衛生安全局が、オーストラリア・ニュージーランド食品基準規約、1981年制定の食品法、2003年改定ワイン法など一連の法律に基づいてワイン生産の基準とラベル表記を管理しています。ラベル表記は2007年ヴィンテージから 85% ルールが適用されていて、単一品種、収穫年、産地名を表記する場合はそれぞれ 85% 以上の当該のものを使用しなければなりません。産地別の栽培面積は、マールボロ、ホークスベイ、セントラルオタゴ、カンタベリー、ギズボーン、ワイララパ、ネルソン、オークランド、ノースランド、ワイタキバレー。それぞれ順番に見ていきましょう。マールボロはニュージーランド全体のブドウ栽培面積の約7割を占める最大の産地です。ソーヴィニョンブランが栽培面積の8割を占め、ピノノワール、シャルドネと続きます。GI 認定はされていませんが、ワイラウバレー、サザンバレー、アワテレバレーの3つのサブリージョンから構成されています。ワイラウバレーはニュージーランドで最も晴天が多く乾燥した土地で、現地のマオリ族は雲に穴が開いた土地とこの地を表現します。ホークスベイはマールボロに次いで2番目に大きい産地です。1851年にマリスト教宣教師がホークスベイで初めてブドウ栽培を行い、歴史あるミッションエステートワイナリーが設立されました。GI 認定されているセントラルホークスベイは、ホークスベイの南半分のエリアで、標高は高いところで300メートルあり、気候はより冷涼の新しい産地です。セントラルオタゴは南緯45度以南に位置し、世界最南端にあるワイン産地の一つです。ニュージーランドの中で唯一大陸性気候、昼夜の寒暖差が非常に激しいです。厳しい気候条件ながら栽培地を厳選することで力強さとフィネスを兼ね備えた世界的に評価されるピノノワールの産地として発展してきました。GI 認定はされていませんが、ギブストンバレー、バノックバーン、クロムウェル、ローバーン、ピサレンジ、ベンディゴ、ワナカ、アレクサンドラの8つのサブリージョンがあります。カンタベリーは南東の大きなエリアをカバーする産地で、ワイン生産の実質はその北半分で行われており、ノースカンタベリー GI として認定されています。さらにその中にサブリージョンとしてワイパラバレーが GI に認定されています。ワイパラバレーに最初にブドウ木を植えたのは、ペガサスベイとダニエル・シュスターで、1986年のことです。土壌によってワインの質には違いが見られ、テクスチャーが滑らかでミネラル感豊かなものから、黒系の果実感が充実したものまで見られます。ギズボーンはニュージーランド最東端のワイン産地です。ドイツのヘルムート・ベッカー博士の指導のもと、1960年代にミュラートゥルガウが積極的に栽培され、ニュージーランドの主要産地として成長しました。その後、ミュラートゥルガウは1986年以降減少し、
現在ではほぼ姿を消しています。ワイララパは首都ウェリントンの北東にある産地です。国内を代表するピノノワールの産地、マーティンボローとグラッドストーンの GI とマスタートンの3つのサブリージョンがあります。ネルソンはマールボロの西側に位置し、西から低気圧の影響で雨が比較的多いです。そのおかげで南東のワイン産地の中では潤いがあり、緑が多く風光明媚な地域で、リゾート地、別荘地として人気があります。ビールに用いられるネルソンホップの産地としても有名です。オークランドは最大都市のオークランドを中心に広域をカバーする GI です。 GI 認定されているクメウ、マタカナ、ワイヘケアイランドの3つのサブリージョンから構成されています。クメウは20世紀初めからクロアチア移民によってニュージーランドワインの礎が築かれた地域です。マタカナは栽培品種は多岐にわたり、サンジョベーゼ、ドルチェット、ネッピオールなどのイタリア系品種も栽培されています。ワイヘケアイランドは温暖な気候を利用し、ボルドー系品種による少量生産の高級ワインが産出されています。ノースランドは1819年にベイオブアイランズのケリケリにニュージーランドで初めてワイン用ブドウが植えられた場所です。本試験の出題傾向としては、オークランドに含まれる GI はどれかのような問題や、ニュージーランドの南東で3つの GI が重なっている GI はどれかのような問題が出ています。こういった問いに対応できるように産地を深掘りして特徴を抑えていくことも重要です。本日は南アフリカのワインについて解説を行っていきます。南アフリカはアフリカ大陸最南端に位置し、ワイン産業の歴史は360年以上にわたり、環境と人に配慮したサスティナブルを実践しています。主要なワイン産地は南緯27度から34度に位置しており、西ケープ州の沿岸部とその周辺に集中しています。南アフリカは虹の国と呼ばれるほど多様性があり、ワイン産地への玄関口であるケープタウンはアフリカ、ヨーロッパ、東洋の文化が混ざり合う色彩豊かな歴史を持つ港湾都市で、人々の日常生活やワインの楽しみ方に反映されています。ニューワールドのワイン生産国に分類されますが、ヨーロッパ諸国との距離が近く、豊かな果実味の中にも抑制の効いたバランスを持つワインが全体的な特徴として認識されています。ワインは南アフリカの主要な輸出品で、生産量の約半数が輸出されており、うち約6割がバルクで輸出されています。近年では小規模で若い次世代生産者が次々と誕生し、産地のテロワールに合った自由で個性あふれるワイン作りを実践し、ナチュラルワインや人的介入の少ないハンズオフワインが注目されています。国内のワイン消費量は人口の 10% 程度を占める白人が中心でしたが、ミレニアル世代が飲酒人口に加わり、黒人向け市場が急速に成長しています。本試験の傾向としてよく出題されるのは、歴史、ブドウ品種、ワイン産地とサブリージョンあたりですので、このあたりの内容をしっかりまとめて本日も超わかりやすく解説していきます。ニューワールドの範囲の中でも近年出題構成が増えていますので、しっかりと対策していきましょう。春吉のお店でもオンリストしているおすすめのワイン概要欄に貼っておきますので、そちらもぜひポチってお試しください。南アフリカでブドウ栽培が始まったのは1655年のことで、それから4年後の1659年2月2日、ケープの初代総督となった東インド会社のヤン・ファン・リーベックによって最初にワイン作りが行われました。ここまで詳細な日にちで残っているのは珍しいですね。19世紀前半にケープ植民地はイギリスの領土となり、イギリス人の移住も進みました。フランスとイギリスの戦争を機に、イギリスでは南アフリカワインの消費が急激に伸び、生産量は一気に拡大しました。1886年にはヨーロッパに続いて南アフリカにもピロキセラが発生し、多大な被害を受けました。1918年には栽培農家を組合員とする KWV が設立され、ブドウの最低価格を保障することで農家を守るとともに、
生産過剰の是正と出荷調整が行われました。 KWV は現在では約4500の農家が株主で、ワインやブランデーにおける南アフリカ最大の輸出業者として業界を牽引しています。1925年にはステレンボッシュ大学のアブラハム・ペロード博士によりピノノワールと3層の交配品種ピノタージュが誕生しました。1950年代には低温発酵の技術開発も進み、ドイツのリープフラウミルヒをモデルに1959年に発売されたスティーンを使ったセミスウィートワインがどんな時も手軽に楽しめるワインとして大ヒット。1959年からの5年間で国内ワイン消費量は 85% も増加しました。1994年にアパルトヘイトが廃止されてからは、多くのワイン生産者が海外市場への輸出進行に舵を切り、質の向上が進みました。南アフリカで栽培されるブドウの約 55% が白ワイン用品種、約 45% が赤ワイン用品種です。最も栽培されている品種はシュナンブランで、その栽培面積はロワール地方の2倍で世界1位を誇ります。1655年ケープに初めてもたらされたブドウ品種の一つで、かつてはスティーンと呼ばれていました。赤ワインではカベルネソーベニオンやメルローを主体としたボルドーブレンドが最も多く、シラーを主体にムールベードルやグルナッシュをブレンドしたローヌブレンドが近年人気です。法規制はありませんが、赤ワインではピノタージュ、白ワインではシュナンブランを主体としたブレンドワインは、生産者の間でケープブレンドと呼ばれています。南アフリカのワイン法は、最大輸出先であるヨーロッパのワイン法を参考に1973年に制定されました。ラベル表記においては、品種、ヴィンテージを表示する場合、当該のものを 85% 以上使用しなくてはなりません。また、WO の産地名を表示する場合は、100% 同産地内のブドウを使用しなければなりません。スパークリングワインでは、伝統的製法によって生産されるキャップクラシックが近年大きな成功を収めています。南アフリカ初のキャップクラシックは、1971年にシモン・シッヒにより生産されました。1992年に設立されたキャップクラシック生産者協会には、現在、キャップクラシック総生産量の 90% を占める92の生産者などが加盟しており、品質向上と国内外での認知活動に力を入れています。2009年からの10年間で輸出量は 16.7 倍に成長しています。使用可能品種に規定はありませんが、生産者協会はシャンパーニュの主要産品種の使用を推奨しています。ワイン産地は9割が西ケープ州に集中しています。西ケープ州内にはコースタルリージョン、ブレードリバーバレー、ケープサウスコースト、クレインカルー、オリファンツリバーの主に5つの地域があります。この5つの地域の中にさらにいくつかの地区があり、この部分の理解が試験対策として重要ですので、順番に解説していきます。コースタルリージョン地域は西ケープ州におけるワイン生産の中心です。地区にはステレンボッシュ、パール、フランシュフック、ダーリン、スワートランド、トゥルバッハ、ウェリントン、ケープタウン、ルツビルバレーの9つの地区があります。ステレンボッシュはケープタウンに次いで南アフリカで2番目に古い町です。町の名前の由来にもなった多くの街路樹、オランダ植民地時代のクラシックなケープダッチ様式の建物の間に、洒落たカフェやワインバーが立ち並んでいます。ワイン作りの伝統は17世紀半ばに遡り、ステレンボッシュ大学は、ブドウ栽培と醸造学の学位が受けられる、南アフリカ唯一の大学で、卒業生はブドウ栽培の専門家や、ワイン醸造家として国内外で活躍しています。現在、ステレンボッシュには、8つのサブリージョンが登録されており、バンフック、ボテラレイ、デボンバレー、ヨンカースフックバレー、パペハーイベルク、ポルカドライヒルズ、シモンズバーグステレンボッシュ、フロッテンバーグ。フロッテンバーグは2020年に登録された新しい産地です。パール地区はステレンボッシュの北に位置し、南アフリカで3番目に古いヨーロッパからの入植地で、
オランダ人に続き、ユグノー派のフランス人が多く移住しました。地中海性気候に恵まれ、オリーブの栽培農家も多いです。年間降雨量は800から900ミリで、谷を流れるベルク川のおかげで、灌漑の必要はほとんどありません。フランシュフックはフレンチコーナーを意味する地名で、17世紀にこの地に入植したユグノー派のフランス移民に由来しています。街並みやレストランにもフランスの影響が強く感じられます。キャップクラシックの産地としても有名で、26の生産者がフランシュフックキャップクラシックルートを形成しています。ダーリン地区は冷涼な海風に恵まれ、高品質なソービニョンブランの先駆者的存在です。ケープタウンから1時間の距離にあり、ブドウ畑や黄金の小麦に覆われた丘などが観光の要所でもあります。スワートランドは総面積では西ケープ州最大の地区です。伝統的にフルボディの赤ワインや酒精強化ワインが作られてきましたが、近年ではシュナンブランや地中海品種とのブレンドの赤、白でも知られるようになりました。ケープタウン地区は2017年5月にケープペニンシュラ地区が廃止され、新たに追加された地区です。ケープタウンという世界的に知られた都市の名を WO にすることで、国際市場における優位性を期待しています。ブレードリバーバレー地域は、南アフリカ全体の3分の1のブドウ栽培面積を誇ります。白品種の生産が多く、シュナンブランとコロンバールの主要産地です。地区には、ブリードクルーフ、ロバートソン、ウスターの3つの地区があります。ケープサウスコースト地域は、主要産地が集中するコースタルリージョン地域の東、西ケープ州最南端に位置し、冷涼な気候に恵まれていることから近年注目が集まっています。ピノノワールやシャルドネ、ソービニョンブランが生産され、小規模な家族経営のブティックワイナリーも多く、良質なワイン生産地として期待されています。地区には、エルギン、ウォーカーベイ、ケープアガランス、プレタンバーグベイ、スワレンダム、オーバーバーグの6つの地区があります。ケープアガランスはアフリカ最南端に位置する地区で、ソービニョンブランの栽培の適地とされていますが、セミヨンとシラーの可能性も期待されています。クレインカルー地域には、カーリツドールプ、ランゲバーグガルシアの2つの地区があり、オリファンツリバー地域には、シトラスダルバレー、シトラスダルマウンテンの2つの地区があります。ワイン産地はコースタルリージョン地域を中心にまずしっかりと抑えて、その他は地域の特徴や属する地区を整理して抑えていきましょう。本日の内容はここまでです。このチャンネルではワインソムリエ試験の対策をコンテンツの目的として、学ぶって楽しいをコンセプトにお届けしています。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画もよろしくお願いします。